ケンペンフェルトはイギリス海軍の駆逐艦。C 級駆逐艦の一隻。艦名はリチャード・ケンペンフェルト海軍少将にちなむ。共同駆逐艦であるケンペンフェルトはカナダ海軍に移管された C 級駆逐艦の最後の艦であった。ケンペンフェルトは1930年10月18日にカウズの J サミュエル・ホワイト社で寄港した。 一年後の1931年10月29日に浸水し、1932年5月30日に収益した。収益後直ちに任務につき、1939年9月の第二次世界大戦の勃発まで活動した。なお当時、大日本帝国海軍が、吹雪型駆逐艦で50口径12.7センチメートル砲を搭載したのに対抗して、 本艦では、試験的に50口径13センチメートル砲が搭載されたものの、重量課題のほか、小さく船体同様が激しい駆逐艦上でのミサオ砲困難が指摘されて、間もなく他の艦と同様の4.7インチ砲に換装された。第18駆逐小艦隊に配属されたケンペンフェルトは、プリマスを拠点として活動し、 イギリス海峡及びウェスタンアプローチ南方で、戦団護衛、対戦紹介任務に従事した。9月3日、永久駆逐艦のアカスタ、アケロン、アンテロープ、アーデントと共に配備につき、ポートランド島を拠点とする。9月9日には、アーデント、エコーと共に空母カレージャスの護衛につき、対戦作戦に参加する。その後9月14日に、プリマスに帰還し、 カナダ海軍への移管の準備を始めた。1939年9月28日、ケンペンフェルトはニューヘイブン沖でイギリス商船フェスターと衝突した。事故後はデボンポート海軍基地で11月17日まで修理が行われた。カナダ海軍への移管は10月に承認され、10月19日に正式に移管された。カナダ海軍ではアシニボインの艦名で収益し、 その経歴の大半を大西洋を渡る輸送船団の護衛として過ごした。アッシニボインは戦争を乗り切ったが終戦までに休止期間としてスクラップのため売却された。業者への栄光途中、浅瀬で座礁する。理章の試みは失敗し、結局1952年まで錆びて朽ち果てるままその場に放棄された。ありがとうございます。